SWOT 分析は、企業経営理論において広く用いられる戦略分析ツールです。SWOT はストレンス、強み、ウィークネスズ、弱み、オポチュニティーズ、機会、スリーツ、脅威の頭文字を取ったもので、企業の内外環境を評価し、戦略策定や意思決定に役立つ情報を提供します。SWOT 分析では、以下の要素を評価します。強み、ストレンス。企業が持つ優れた特徴やリソース、競争上の優位性を評価します。これには、ブランド力、技術力、優れた製品やサービス、経営陣の経験や専門知識、良好な顧客関係などが含まれます。弱み、ウィークネスズ。企業が抱える内部的な制約や課題を評価します。これには、競合に対する不利な要素、組織の弱点、製品の欠点、過剰なコスト、人材不足などが含まれます。機会、オポチュニティーズ。市場や業界の変化や成長、新しい技術やトレンドなどの外部要因を評価します。これには、新規市場の開拓、需要の増加、競合の弱体化、新しいビジネスモデルの出現などが含まれます。脅威、スリーツ。市場や競合の変化、法規制の強化、経済の不安定性など、外部リスクや脅威を評価します。これには、競合の増加、価格競争の激化、新規参入の脅威、技術の陳腐化などが含まれます。SWOT 分析は、これらの要素を明確に把握することで、企業の強みを生かし、弱みを克服し、機会を最大限に活用し、脅威に対処するための戦略を策定する上で役立ちます。SWOT 分析の結果を踏まえ、企業は戦略的な目標の設定や戦術の調整を行うことができます。また、SWOT 分析は定期的に実施されることが望まれ、環境の変化や企業内部の要素の変化に合わせて、戦略の見直しや改善が行われるべきです。